日本関東地方神奈川県横浜市中区、海岸通海岸通りは横浜市中区の町名。横浜市中心部の管内地区にあり、大桟橋や横浜税関など横浜港の主要な港湾施設が位置する。現行行政地名は海岸通り1丁目から海岸通り5丁目で、住居表示は未実施。郵便番号は231-0002。 南東北西方向に長い町域を持ち、南東側が一丁目となっている。一丁目の開港広場前交差点から四丁目五丁目境の海岸通り四丁目交差点にかけては、町名の由来となった海岸通が貫く。一丁目には、大桟橋や横浜税関、横浜水上警察署があり、2009年には、貨物アや後に、象の美パークが整備された。 2丁目には海側に、神奈川県警本部、海岸通の内陸側に、マンションがある。3.4丁目には、海運関係の企業や、ハローワークがあり、3丁目の横浜優先ビルは、日本優先歴史博物館として使われている。再開発地域、北中通り北地区にも含まれる5丁目の海岸通団地は、都市再生機構により建て替えが進められ、 2012年に UR 賃貸住宅、シャレール海岸通が完成した。1859年、横浜港が開港。幕府により東鳩場と西鳩場の2本の特定が幕府によって建設された。1870年に海辺通り地崎の埋め立て地に町名としての海岸通を新設。海辺通りは元浜町に改称した。 1889年4月1日に横浜市に編入。1894年に大三橋が完成。1934年にはクイーンの塔の愛称を持つ横浜税関本、石庁舎が完成した。1992年には三菱倉庫跡地に神奈川県警察本部庁舎が竣工した。2018年4月30日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。なお、一丁目と三丁目は人口、世帯数ともわずかであるため、市の統計では非公開。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。